皆さんこんにちは、ジムの内装をどんな感じか動画でお送りします。まず開けます。すると、ここは入り口ですね。で、靴ここで脱いでもらってまあ荷物をここに、置いてもらいます。で、着替える人はちょっと更衣室がないんでシャワー室のとこで着替えれます。女の人もここで着替えてますねで、トイレ、水回りは汚いと嫌なんでめちゃ綺麗にしてますんでバッチリです。はい、そしてジムの中なんですけどまあこんな感じ、リングがありまして、で、まあジムの中は音楽が流れて、ゴングが3分間練習30秒休憩、3分練習30秒休憩で、ジムの中流れてます。そして、リングで鏡がついてるんですけど、鏡の前でシャドーボクシングをしてサンドバッグに行きます。うちはですね5本ついてありますね。5本あるんで、まあ、ある程度仕込んでもサンドバッグは叩けますんで大丈夫です。で、まあ、今ちょっと、もう一個別の動画で、ミッドトレーニングとスパーリングトレーニング撮ってますんで、そちらでご覧ください。ぐらいかな。じゃあ、興味ある人は来てください。